ッサージ、けっぱりよ。戦いの後はお掃除だ。一生懸命に頑張るミーアちゃん、なんて可愛いの。何なりとお申し付けください。お目当てのお宝はこの中かしら。任せてちょうだい、ご主人様。お帰りなさいませ、ご主人様。この巣は仕事をしてみたいって言い出した時はどうなるかと思ったけど、こんなに可愛いミーアちゃんが見れるなんて、メイドをやってよかったわ。ダスキネス卿のご紹介とあれど特別待遇はしませんよ。では早速この部屋の掃除を頼めますかな。はい、ミーアちゃん一緒に頑張りましょう。わかった、ミーアけっぱる。お帰りなさいませ。いつも来ているメイドさんはきっと綺麗好きな人なのね。あまり埃も溜まってないみたい。ミーヤはもっとゴミいっぱいの方がやる気に。あらあら、花瓶を割っちゃったのね。床が水浸し。ミーヤちゃん怪我はない？破片は私が片付けるから、ミーアちゃんは雑巾を持ってきて。わかった、雑巾雑巾雑巾。あらあら、どうしましょう。高級そうな壺が粉々じゃないの。大丈夫ですか。何やら大きな物音を聞きつけたので。ああ、旦那様が大切にしてた壺が割れてる。でも安心してください、ミーアちゃんに怪我はありませんから。そういうことではなくて、新米メイドの監督不行き届きは私の責任か。ここはもういいです。今夜は旦那様が友人を招いて晩餐会を開くので、そちらの準備の手伝いに。もうそれでか。どうりでうまそうな食い物がいっぱいあると思った。な、何を食べてるんだ。何ってうまそうな料理だけど。それは分かっていますけど。あらあら、ミーアちゃん、つまみ食いしちゃったのね。だってなまらいい匂いだったから。エイミーも羊さんも食うか。独り占めしないで偉いわね。羊さんもそう思いませんか。あちらの個室でお話よろしいでしょうか。この巣場？お仕事クビになっちゃったわね。残念。ミーアのせいでエイミーまで怒られちゃったな。エイミーごめんな。ううん、ミーアちゃんはそんなこと気にしなくていいの。それよりもメイドのお仕事は楽しめた？うん、掃除してうまいもん食えた。それはよかったわ。いい社会勉強になったわね。次は何がいいかな。ミーヤは飯のうまいとこがいいな。
この芝。この巣場。お帰りなさいませ、ご主人様。あら、お客様をお連れになるなら事前にお伝えくだされば。お客ではないよ、アリサ。今日からここで働くことになった新人メイドのリースさんだ。はじめまして、新人のリースで。おや、もしかして二人は知り合いかな？いや、そんな。ただ初めて会った気がしないほど親近感が湧いただけですわ。奇遇ですね。私もですよ。先輩、優しくしてくださいね。気が合うようでよかったよ。アリサがちゃんと仕事を教えてあげるんだよ。それでは。はあ、言ったわね。何よ、リースって偽名まで使って。それはこっちのセリフだよ。アリサなんて名乗って、もしかして私と同じくこの屋敷のお宝を。まあね、ここの主人、裏で散々悪さしてることで有名だし、ちょっとお給を据えてあげる意味合いも兼ねて、ね。理由も目的も完全に私と一緒ってわけだ。それで、私たちこの後どうすればいいと思う？どちらかといえば、あなたとは争い合いたくはないわね。正体がバレると面倒だしね。ここは一つ、お宝の独占を諦めて共闘といかない？いいね、その提案乗った。この巣場。さてと、この辺にお宝があるはずなんだけど。あった、金庫だよ。絵画の裏なんてこんなとこに隠してたんだ。目当てはこの中かしら。見張ってるから早く開けなさい。待ってよ。ダイヤル式ね。右に4回、左に2回。開いた！現金に貴金属をこんなにたくさん。はぁ、溜め込んでるわね。どれもこれも一級品だけど。決めた、このイヤリングをもらうわ。こんなに大きなサファイアをつけて。美しいわ。待ってよ、それは私が狙ってて。早い者勝ちよ。それに美しいイヤリングは私にこそふさわしいの。ダメだってば。見た目は確かに綺麗だけど、実はすごい魔力を秘めてて。ご忠告ありがとう。それじゃあいただいていくわね。もう危険だって言ってるのに、このわからずや。こうなったらスティール。やった、イヤリングは私がもらうからね。待ちなさい。なんだ今の音は。広間の方からだぞ。アリサ、リース、どこだ。はあ、私もここに残ってるわけにはいかないよね。今日のところは他の宝石で我慢しておくわ。でもあの子、
なかなかやるじゃない。次は負けないわ。トレジャーハンターのプライドにかけて。この巣場